まあ、ここからはちょっとね、教育界に今いるんで、今、最近のサッカー多分見てないと思うし、なかなか情報としてはアップデートしてないと思いますけども、うん、まあちょっと客観的に今のサッカー界の話もできる範囲で中原さんに聞きたいなと思うんだけど、まず根本的に中原さんにとって多分ね、人としての成長とか、まあ仕事をやる上でのプロのキャリアっていう意味では、サッカーが与えた影響って多分中原さんに相当大きいと思うんですけども、中原さんにとってサッカーって改めてどういう、スポーツ、ものですか？自分の中ではやはり人生を作ったものですね、うん、自分の人生の作り方を、まあ、あのサッカーというプロセスを通じて、まあ、学んだ、いうか反映させたものですね、うんうん、やはりこの90分、あの90分というのがすごく僕はやっぱりミスだったなと、うん、90分後にどんな事実を起こしたいかというために1秒1秒をちゃんと積み重ねてるかってことですよね、うん、その90分後が曖昧だったらその1秒1秒なんか積み重ねならないと思うんですよ。でもあの瞬間にどうしても勝ちたいだとか、そういった何かの目標がしっかりとあるときに、じゃあその1秒1秒の生き方、あそこが本当に自分自身が全て納得できる生き方になっているかってことは、人生と全く一緒で、うん、先ほど話で僕が人生をどのように引き取りたいか、息を引き取るっていう言葉があるように、自分の人生を全て引き取る瞬間ですよね。どのように引き取りたいかって考えたときに、じゃあどう生きるかっていうことなので、やはりこう人生の作り方っていうところをあそこで基礎を何かこう自分の中で身につけたなと思います、うん、やっぱりサッカーってその、まあ、足でボールを、ね、扱うんで、まあ、他のスポーツに比べると個人的にやっぱりミスが多いスポーツだと思うので、まあ、いっぱいミスする分いっぱい学びがあるのかなっていうところも思うし、まあ、あとは、ね、やっぱりやってる選手がピッチ上では主役で最終的にボール持ってる選手が判断するプレーがね、その局面では正解になるわけで、だからこそ、ね、自分でしっかりと周りを見て情報収集して自分で決断して責任持ってプレーをアクションしていくっていうところは、まあ、ある意味で、ね、今のこれだけこう正解がわからない時代の生き方のこう指針を作ってくれるようなスポーツなのかなと思うんだけども、やっぱりそういうサッカーのこう持つ教育的な価値っていうところも永原さん改めて感じますか？そうですね、やはり僕自身がやはり、まあ、あとは海外でプレーしたっていうところもありましたが、やはりこうコミュニケーション、うん、それは単なる言葉だけじゃない、いわば彼らと同じ時間空間とかを過ごすときにどう生きてるかっていうことも含めてコミュニケーションだというときに、やはりそれは対、メンバーだけではなくて、例えばその地域にはその場を子どもたちも見に来るわけですよね、うん、僕も例えば、まあ、本当に忘れられないのが一番初め、まあ、地域リーグではあったけれども、その契約ができてその金銭を得た生活をした時に自分が初めてこう試合に出れる瞬間ですよね。その時にものすごい、まあ、言えばブーイングと言いますか、それはでも相手チームサポーターではなく、うん、ホームからですよねやはり当時はまだ例えば柴崎選手とかみたいにこうスペインでプレーされる日本人とかっていう認知度がなかった、うん、で特にアジア人ですね、アジア人に対しての認知度がなかったんですよ、うん、当時久保選手や家永選手が行った経緯があったとしても、うん、ほぼ誰も知らないです、うんうん、ってなるときにやはりこうなんでスペイン人のそのポジションを奪ってまでアジア人が出てるんだって言ったら若干の怒りですよね、うん、そんなのを見に来たんかみたいな、うん、そのために自分たちはお金払ってるのかっていうような、うん、ちょっと怒りなものもあれば少しこう、まあ、バカにしたような、うん、できないだろうサッカーなんサッカーできるのか、うん、っていうような、まあ、週末ワクワクしてその自分たちが熱狂したものを見に行った時に何か自分たちではない違和感みたいなものが出てることに対しての、まあ、当たり方、うん、結構厳しい当たり方があるんですけど、うんうん、でそれをこう起きた時に、まあ、少しこう自分の中でふつふつとするものと、うん、ただ一方で恐怖と、うん、まあ、この2つがすごい入り混じる始まる前、だったんですけれども、まあ、今本当に13歳の時に一個一個のプレーにめちゃくちゃリアクションしてくるわけですよね、うんうん、言うたら責任を取らしてくるわけですよ僕に、うん、一つ一つのその瞬間瞬間のプレーあり方、逆に言ったらボール持ってない時ですよ、うんうん、どこに立ってるのか、うんうん、そういうのも含めてすごい僕に責任を求めてくるような状況があったときに、うん、まあ、なんとかその点で僕がゴールを上げることができたんですけど、うん、ゴールを上げたときにはわーっと喜ぶわけですよね、うん、でもわーっと喜ぶときに僕は少しこうなんて言うんでしょう、
まあ、ホラー見たからではないですけど、うん、少しこう感情的になったんですよね、うん、その手のひら返しやがってみたいな感じじゃないですけど、うんうん、はい、でちょっとまあ自分の中でもこうその年感情的になってそういった発言っていうのをバーッとこうやりながらした時に、その当時のキャプテンですね、うん、キャプテンがもうまあ歓声とかがあるからはっきりとは伝わらないにしても、まあ、うん、その僕の喜んでる時にキャプテンが言ったら、もう僕が息できるかできないかわからないぐらいの速さで首絞めるっていうね僕の。で、めちゃくちゃこう、そのブワーってた瞬間に、うん、たらまあ、見失うなと。うん、言ったら、魂はこの熱くやけれど、頭は冷静にやと。うんうん、そのカラソンカリエンテカベサフリアっていうふうにブワーってすぐ言われたんですけど、うんうん、で試合終わった後もすぐに僕のところに来て、うん、で僕にこう彼がキャプテンとして持ってたエンブレムですよね、キャプテンのエンブレムにして、うん、お前これを見て何が言える今日っていう話を言われたんですよね、うん、言えば、ま、その確かにまだそのテルセラトンのプロのカテゴリーじゃないにしても、プレフェレンテとかのレギュラー、そういったところだったらもう 何十年何百年っていう歴史も確かにあるんですよ、うん、でお前はこの歴史に向けて何を言ったって話をしたんですよね。あ、うん、お前はこのエンブレムを背負って今戦っていて、でそのこの歴史に向けて何を言った、お前はこの歴史に何を残そうとしたんやって話をして、うん、でお前が向けて発そうとしたあの言葉、その先、うん、どれだけの子供がいたってことを言ったんですよ。うん、見てたかって言って、うん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 、お前はその歴史とあの子たちの未来にどう責任取るんやいうことを言われたんですね。でもその時にやはりこうやっぱり自分の生き方としてのあり方、うん、すごいこうガンと来る瞬間ではありましたよね、うんうん、単なるそのサッカーが上手い下手とかではなくて、本当にこう、うん、誇りってそもそもなんない、人生ってなんないっていうところを問われたのがあのサッカーっていうキャリアの途中だったので、うんうん、そういった意味ではあのサッカーから学んだことっていうのはすごくでかいなと思います、うん、やっぱりそういう話聞くと、やっぱり行って実際に経験してね、こうもがいたからこそ、そういう人じゃないとわからないことって多分ただあって、だからこそ多分永原選手も選手時代かね、こう上手いだけだったらスペインでは成功しないと、やっぱり人間的に認められないとダメだっていうところはね、やっぱり当時こう練習参加に来てくれていた大学生にも向けてメッセージくれたし、やっぱり日本だとどうしてもテレビだけで見てるとね、うまければ通用する、戦術的な理解があれば通用するなんだけども、やっぱりフットボールって人間がやる生身のスポーツだから、やっぱり人と人とのつながりが大事だし、ね、味方とのコミュニケーションも含めて、やっぱりそういう生々しいものがやっぱあるよっていうところ、やっぱり理解しないとサッカーでやっぱりダメだよね。いや本当に教育的な、まあ、その人生におけるすごく価値を発揮するのは、うん、まあ、サッカーではなく他のスポーツもそういった観点さまざま絶対あるはずなんですけども、うん、スポーツ全般において、まあ僕がやったサッカーにおいては、やはりこう、教育的な効果っていうところがあるのなら、多分にあると思います。うん、そういう活用をちゃんとできれば。うん、そういう理解をしっかりとそのサッカーを通じて関わっている大人、うん、まあ、指導者と言われる人、まあ指導者という役割はあるけれども、確かに子供たちと関わるんであれば、教育者としての資質能力は自分にはあるのかっていうことを、悶々と向き合いながら、やはりサッカーってものを通じて、その時間と空間を子供たちと共有してほしいなと思います。うん、やっぱりこうサッカーや日本とスペインでやってみて何が一番違いましたか？でもやはりこう一つは先ほど言ったこの責任、自分自身がどう生きたかっていう責任を、うん、やっぱりこうはっきりと求められるっていうのが一つですよね、うんうん、なのでこうあとはでもやはりこうサッカーっていうものに、まあ、その時はまあプロのカテゴリーにこう入った時でしたけれども、そのチームメイトがサッカー選手が手段だって言い切ってたと思うんです、うん、まあ、サッカー選手になることが、まあ、当時僕が夢で目標であったこと、うん、まあ、いやスペインでプロになったからだよ、だから来たんだよって話をしたらもう一周されたっていうことですよね、うん、いやいやそんなことは聞いてないと、うん、サッカー選手を通じて何を成したいか聞いてるのに、うん、サッカー選手になることが夢ってどういうことだと、そんな考え聞いたことないって言われて、うん、逆に僕はそんな考えを聞いたことないと思ってしまった。だからそういったやはりいいところはありますね、うん、すごく自分自身学んだというか、向こうの選手たちは何サッカー選手を通じて実現したい自分であったり何かやっぱり必ずあるのかな。特に僕が感じたのは、うん、ファーストのチームとかだったら結構
移民含めて、スペインではない海外にルーツを持った選手もたくさんいたんですね、うん、特に彼らはそういった思いはひしひしと感じましたし、うんうん、もちろんスペインの選手たちもやはりそういったことをやはりこう、まあ、そのチームの中ではこう議論をしましたけど、まあ、僕が一番最初に言った時は特にその海外にルーツがあったのでみんなさん、うん、僕以外もって考えるともうやはり言ってることを見させるところがサッカー選手を目指して使ってるんですよね、うん、まあ例えばそのナイジェリアの選手とかに関しては黒人の尊厳を上げるっていうのが明確な自分のサッカー選手を通じてみたいなことではあったし、そのさまざまな国の代表になぜ自分と同じ肌の色をした選手がさまざまいるか、例えばアメリカも含めてヨーロッパの中ではいるか、そういう文化的背景を知ってるかって僕には聞きながら、僕はもちろんいろいろこう学んだこともあったので知識的なことはありながらもうこだわったことはもちろんなかったんですね、うん、ただでもやはり彼は、まあ、自分自身が生まれた瞬間から自分はこういったルーツ、その歴史的背景をこう運命としてもう背負ってると、うん、その中でじゃあできることはワールドカップというオリンピックよりも世界的な興行収入や世界的なこうファンが見て、うん、最も世界に対して一気にメッセージを発信できるスポーツの興行的なイベント、うん、あの瞬間でまあベスト4とか以上になってくると試合前には両キャプテンが必ず人種差別の撤廃などをしっかりと宣言してからゲームが開催されますよね、うん、で彼はそこに対してすごいポイントを持っていて自分それを発信するからこそ価値があると、うんうん、だからサッカー選手を通じて黒人の尊厳を上げる、そのためにワールドカップで自分を優勝するっていうふうに言ってたりとか、うんうんうん、でそういったところは自分自身の、生き方そして仕事っていうものへのこう捉え方、うん、何かこう自分を評価されたい、自分をチヤホヤされたいから仕事を見るんじゃなくて、例えばサッカー選手になるっていうとそういうことですよね、うん、そういうことを言ってしまうということ、うん、だからサッカー選手を通じて何を成したいかって考えたときにはやはりそういった仕事への考え方っていうのは大きく変化しましたね、うんうんうん、そのサッカー選手の評価っていうところで、さっきねこうファンの目線がそのボールがないところもしっかりとそういう 見られてるみたいな話してたけど、やっぱりそういうこう、まあ、日本だとどうしてもねボール中心にボール持ってる人がこういかにいいプレーしたか、ね、あるいは相手を抜いたかみたいなところで評価されやすい、まあ、分かりやすい、ある意味で教育界でいうと、ね、こういい大学に何名入れましたみたいな数字で見られがちなんだけど、やっぱりそうじゃないところも向こうの特にスペインのファンなんかはかなりシビアに見てるのかな、ボールのないところなんかも含めて。そこは逆に言えばその僕がやっぱり関わったりフィードバックを受けたりしたその、まあ、ファンもあとはチームメイトも、うんコーチを取り巻くこともそうですけれども、そっちが前提でしたよね。ボールを持って、例えばですけど、ボールを持ってる時間の方が90分の中で長いわけじゃないですか。うん、ということは、その時間何もしないのかじゃなくて、うん、ボールを持っている人、もしくはボールを持つタイミングに向けての準備が適切になされているかっていうところが当たり前に考えられているってことが一つですよね。うんうんうん、そっちの方が向こうは合理的だと。だって持つ時間短いんだから持たない時間で何をしてるかが重要だろうっていうのが向こうはゴール的だっていう、うんうん、そうかそうか。でもう一つはボールを持ってるとき、例えばドリブルとかっていうのも重要な要素では一つはあれですけれども、状況によってドリブルするよりパスの方が圧倒的にボールが動くってことは早いじゃないですか、うん、移動させるなら何が一番いい、ボールをパスすることっていうのも彼らは合理的に分かってるわけですよね、うんうんうん、だからドリブルすることとパスをすること、その瞬間の目的に対して必要なことをしたかということを求めるわけですよ、うん、ドリブルが上手いかじゃなくて状況において最も必要なことをしたかということですよ、うん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 、そこへの、まあ、考え方っていうのはそれがまあ向こうでいうサッカーが上手いなんですよね、うん、でそれこそドリブルで、まあ、5人6人抜いて点取った、あとはフリーキックですごいのは見たっていう、分かりやすいものはどちらかといったらすごいこと、すごい選手、うん、だから真似しないことなんですよ、真似できないと。そうです、真似できない、真似する必要がなくて、逆に言ったら自分の特徴を知ってるかっていうことを聞かれる瞬間ってことですね、うん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 、そういう瞬間においての自分の凄さ特徴は何なんだってことを聞かれるってことなので、うん、それに対して必要なタイミングに発揮できるかってことも技術ではありますが、うん、まずはそこはもうそもそも真似するとこじゃない、自分が理解してるかどうかだけのところと、うんうん、ただ学ばなければいけないし、知らなければいけないのは先ほどのサッカーが上手いと言われるための要素、うん、90分の最も長い時間の方とその状況に応じての目的をどのような選択をしたかということです、うんうん、これって多分仕事もそうですし、そうだね、普段の生き方でも全く共通したんですよ僕は、うん、
なので、先ほどの質問で言うと、そのプロセスっていうのは、今の自分のさまざまな仕事の状況判断の全てに生きてるっていうのは、そういった点にはあります。やっぱりその辺は、例えば今、ラリーガでいうと、一部でもね、こう多くの選手がプレーしていて、活躍していて、まあ、その中でも乾貴士なんかは、日本では、ね、テクニシャンとかドリブラーでこう名を馳せてたんだけど、まあ、それこそスペインに来て、まあ、180度評価が変わっていて、まあ、エイバルの中では一番こう守備のところ、オフ・ザ・ボールのポジショニングが的確だと、だからまあドリブラーっていうよりも、そうやって戦術的な理解度の高い選手って今評価されて、これだけ長く、もう6、7年、ラリーガで活躍してるけども、やっぱり彼を筆頭にね、これだけ日本人が多くスペインで活躍できてるっていうところは、今ね、こう当時、中原さんがいた時には全く日本人選手、ね、アジア人なんかもうね、中国人も含めて全然スペインで活躍できない、できるはずがないと思われたところが、まあ少なくとも今その状況変わってるってところはどう映ってますか？一つ今いただいた乾選手の日本での印象とか、例えばそのリフティングの動画とかいっぱいありますよね。ああいったことではなく、そういった今、オフ・ザ・ボールでの、まあ、ディフェンシブっていうところっていうと、いわばそのをどのようにこう操作していくか、そのポジションを得たスペースっていうところをどのようにこうお互い計算していくかっていうところを含めて理解していると。すごくその大きな点はすごく重要だ、やっぱ素晴らしいなと。で、しかもそれが、なんて言うんでしょうね。めちゃくちゃ速い速さで変わっていくんですよね。そっかそっか。もう圧倒的に速いわけです。ゆっくりしてくれないわけですよね。その立つ位置だっていうのは。めちゃくちゃ速いスピードで変わっていく。そういった点において、まあ、順応していっている、サッカーをより理解していて、その進化っていうのは、進んで化けてるわけじゃなくて、深く化けていってる。進化していっているサッカーのプロセスをこうできている選手がいるっていうのは、すごく、日本においてはポジティブな要素じゃないかなと思うんですよね。ただ一方で、そういった議論がどれだけなされているかっていうのが、それが、多くのサッカー選手たちの、知識になるかどうかに重要な点ですね。とか、そこは思います。そういった選手が出てきたからこそ、どんな議論を日本のサッカーにおいてするかっていうところが、いわばさまざまな指導者であり、それこそ小澤さんたちのメディアの役割であり、いろんな役割だと。単純に試合に出てるか出てないのかって、これどうでもいいですよね。これはどうでもいい。その試合に出るか出ないかっていうところに大きくやっぱ2つあると思うんですよ。それこそ今、イチローさんが言っていただいたように、監督に順応したら出れるんですよ。別にうまくならなくていいんですよ。そういうことね。順応さえしたら出れるんですよね。ただ、一方で、順応することをサッカー選手として求めない選手もいるわけですよ、個として。自分がうまくなることを最も求める選手がいるわけですよ。それこそ、まあ、一番いいのは何かこう自身のプレーに納得しながら勝つことだけれども、自分のプレーに納得せずに勝つってことに対してフラストレーションを覚える選手もいるわけですよ、中には。って考えたときに、まあ、もちろん必ずしも試合に出ることがその選手、各個人個人の価値観にフィットするわけではないんですけれども、ただ、試合に出れる、いわばそのチームの11分の1として、カウントされながら、認められながら行動でき始めてるっていう事実があったときに、じゃあサッカーっていうものをどう捉えてるんだとかっていう議論が、日本でやはりこうさまざまなことが起きていく、そっちを議論するのがすごく重要だと思いますね。やっぱりそういう議論がやっぱりメディアでもなかなかないし、まあ、特にね、そのメディアが深掘りするっていうよりも、どちらかというと今ね、ウェブメディアが PV 至上主義に陥っていて、まあ、久保建英って入れてたら、ね、数字稼げるから、とにかく久保。で、まあ、ついこの間もちょうど、まあ、スーペルコパの決勝があったんだけど、まあ、決勝で延長で、まあ、アスレチックビルバオが勝ったんだけど、まあ、延長の121分にメッシがおまけみたいな退場になって、それが日本だと、まあね、ビルバオの優勝よりもメッシの退場みたいなところの方がどうしてもニュースバリューは高いので、まあそういう話が、中身のないこう見出しがやっぱり踊っちゃうっていうところとか、であとやっぱりこの、まあね、自分が永原さんに取材させてもらって、ね、ああやってこう実際に選手として、ね、なんかスペインのサッカーに入ったからこそ分かる部分、その技術じゃなくて人として受けられないと成功しないよっていうところは、ある意味で普遍的な教科書じゃないですか。で、誰もがそれを事前に知った上でスペインに挑戦したら、まあね、スムーズに適応できることがあるかもしれないけど、決してそうではまだないんだろうなと。みんな各選手がそれぞれ、初めて直面して、あ、やっぱりそうなんだみたいに気づくっていうところも含めて、やっぱその辺やっぱり共有して、日本サッカーとして全体でこうレベルアップしていかないと、やっぱり
いけないですよね。やはりこうもちろんこう世界にこう出ていくっていうことも一つあるとは思うんですけれども、やっぱりそもそも日本においてのその教育っていう、そのサッカーやスポーツっていうところの価値を上げるために、スポーツって必要だと思うんですよね。何かこう日本において本当にスポーツっていうところがみんなの人生においてどれだけ重要な位置を指してるのか考えてみて、なんかなかなか出てこないなって正直思いがあるんですけど、でもやはりこう普遍的なそういった価値っていうところをこう上げていくためのやっぱりスポーツの活用の仕方、日本における、そのためにもやはり J リーグっていうところもそうですけど、そのスポーツっていうところでさられる議論とかあり方、そこはめちゃくちゃ僕は重要ですし、なんだったら本当に注力しなきゃいけないと思ってます。中原さん、そういう意味で言うと今、なかなか普段のサッカー情報は逆にアクセスしてない人だからこそ聞きたいんだけど、ね、今ってサッカー好きな人は多分サッカー、ね、にこう情報として取ってるんだけども、今って どれもスマホの中で自分の好きなものしか見ない時代になっちゃってるじゃないですか。だから自分の興味対象以外のものってなかなか自分に入ってこない時代にもなっちゃってると思うんで、そういうサッカーがよりこう横に展開していくために必要なことって何か具体的に思いつくことありますか？でもやっぱりこう、サッカースポーツっていうところでいうと学校においては基本的に部活動っていうのがあるので、やはりその部活動スポーツの位置づけ、そして体育っていうところの位置づけ、ここをやはりこう僕はやっぱり教育っていう点でいうとそこはポイントだと思ってます。人々が生涯に通じてこうスポーツっていうところを自分の人生でどういう位置づけとして持てるか、もうシンプルに自分のやはり健康の維持増進、そういったところへのアプローチのあり方ができるかどうか、あとはそれこそ、なんて言うんでしょうね、人生を豊かにするところで例えばファン、そのエンタメとかっていうような要素も確かにあるかもし、あると思うんですけれども、それをやっぱりスポーツっていうところでどれだけ重要に思えるかですよね。なんかこういやもうそんなファンあのエンタメな要素とかはとかっていうことを考えるときに、確かに栄養を取れるものでは言ったら物理的に栄養を体の中に入れるものではなかったりするかもしれないけれども、じゃあ本当に何か一個の物事で何かスポーツを通じて感情的なところ何かこう楽しみっていうところが、脳の例えば機能とかにどんな影響をしているのかとか、そういったことをちゃんといろいろとこう分析あり方を問い直したときに、スポーツと向き合い方、スポーツの価値のあり方、いわばみんなの社会の中でのスポーツの位置づけっていうところがもっと変わってくると思うんですよね。でそういったことをできるのはまずは学校教育からだと思いますね。競技スポーツと障害スポーツのあり方、あとはスポーツというものの捉え方っていうところ、でそういったものをどのようにこう、うまく活用していけるか、であとは先ほど言ったじゃあスポーツを通じて、さまざまなことを学ぶ、それこそ人生に触れるっていう瞬間を、もうどのような観点でスポーツを見れるか、もちろん先ほど言ったその121分目のメッシの退場じゃないですけれども、じゃあそれまでのプロセスで例えばビルバオとかってもともとバスクっていうあの地域で、今は混血とか可能ですけれども、もともとはそのやはりその地域で生まれ育ったの自分の地でしかそのプロになれないとか、世界中からそもそも人集めないっていうようなことをしてるプロのチームでリーガーから落ちたことがないとかね、そういう背景とかも含めたときに物事の見方とか変わると思うんですよ。じゃあそこからそのサッカーの試合の勝ち負けじゃない別の話とかもつながるわけじゃないですか。本来ならそういういろいろな議論とかあり方、それこそ多様性の議論とかだとそういうこともつなげれるし、そうだね、そういったところのスポーツのやっぱりスポーツを通じての世の中の見方、考え方、認識があり方とか変化したときには生涯を通じた一人一人にとってのスポーツっていうのは全く違うものになるだろうなと思います。ちょっと違う話かもしれないですけど、今ねこう部活動で言うとどうしてもねこう特に顧問の先生なんかはねこう部活動がかなり、負荷が高いので、やれる先生はいいんだけど土日もねそれから自分のプライベートを崩してまで部活動やれないみたいなことで、いろんなこうシステム制度の歪みが出てきてると思いますけども、今後日本の学校教育の中での部活ってどう変わっていきそうですか？一つ確かに制度的にもうはっきりとアプローチが始まるのは今言ったように多忙化に対する原因になるところに対しての制度的な強制的なあり方ですね。例えば5年後ぐらいにはもう土日での部活ができなくなるっていうのが議論がもう進んでいたりとかしていくんですけれども、でもやっぱりこうその中でもなんて言うんでしょうね、僕はやっぱ例えばその部活動っていうのは一つの仕事の
まあ、教師からしたときにすると役割の一つじゃないですか。うん、役割というか仕事の手段の一つじゃないですか。うん、もうそれは必ずしも一応制度上は強制的ではないものの事実なんですね。うん、教科内の、仕事じゃない、教科外っていうことは、うん、本来教師に定められている仕事じゃないですよっていうところをちゃんと制度上守られるところでもあると。うん、まあ、それが今までのこう空気上なところがないがしろなったのが、まあ、動き始めるタイミングであるんですけど、ただ一方で、うん、そのしっかりとそういうことを自身の中でノーと言えるような力が個にありながらもそれを認めれるっていうところが同時にこう進んでいくと思うんですね。うん、で一つはでも例えば僕が高校の時に大阪体育大学を目指した理由は何かっていうと、うん、自分が一生好きなサッカーをしたいって考えた時に、うん、プロにもし万が一なれなかったら、うん、指導者としてサッカーにずっと関わり続けようっていうことの意図で取ったのもあるんですよ。うん、いうことは指導者、あのサッカー部活動してる先生の中にも教育という本質的な問いを正直、まあ、厳しく出すことあまり向き合わずに、うん、自分が部活動とその好きなものに携わりたいからそれをしているっていう場合もあるんですね。うん、そこに関してやはりこうやはりあのいろんな人がこう議論していく。じゃあいやそれじゃできなくなったら自分のあなたに教師とか分からない。でもじゃあ、うん、じゃあその教育の本質って何ですか。逆にそれってなぜ、自分自身でじゃあクラブ立ち上げて、うん、コーチとして関わることの選択肢としてはならないんですかとか。うん、かそういったやはりこういろんな議論が今後なされていくとは思います。だから部活動においては。うん、ただ、やはり一つは強制的に多くの人が多忙化と言われている課題を解消するために、うん、今までのように、まあ、強制誰もが絶対にやるべきもので、それを美徳とされるような状況はもうなくなってきたと。うん、これそこは変わっていくとは思いますね。で、うん、個人的にはすごく、まあ、一つ高校サッカーに関しては違和感ずっと思ってます。おお、どういう違和感？やっぱりなんで同じ世代に主要リーグ2つあるのかなっていう、その、うん、部活動っていうところと、まあ、J のところ でそれをまあ一緒にやるのがそのあのプレミアリーグっていうのがあるんだとか言いつつも、でも多くのあの世代のサッカーに打ち込んでる子たちは別にそのチーム間、そのカテゴリー、J とあとはそのユースのリーグの方と、うん、ここの行き来もないわけじゃないですか。うん、で一部のところではなんかそこがあるようにみたいなことをやってるだけで、そもそもの全体の構造としては大きく間違ってるなと思うんですよね。うん、であとはやはりこうなんでしょう、もちろん僕も応援団としては参加してましたけれども、あのタイミングでファンになる必要はないっていうのがまず一つ、うん、どうしてもやりたいならやることがベストで、逆に言ったらそこに対して、切磋琢磨できる仕組み、うん、ってなると学校数だけでそれが補えないって分かってるんだから、うん、だからこそ学校で部活サッカーをする権利ということを、なんか一つのあり方を集約する必要があると思いますね。うんうんうん、多くのそのサッカーに打ち込みたいと思ってるあの年代の子たちが本当に打ち込める勝負できるそういった仕組みっていうのは、うん、選手をまず抱えないっていうことですし、うん、真剣勝負の機会がどれだけあるか、でそれにおけるまあ、順位付けがあったり移籍があったりさまざまなことがあったりとかっていう経験、うん、そういったことを、まあ、競技スポーツっていう観点では大事にしてほしいなと一つ思います。うん、ただ一方でじゃあ部活動にするときには必ずしも全員がサッカーで競技的な扱いをしたいわけじゃなくて、ファンとしてやりたい人もいるときには、うん、逆に言えばそれは学校っていう場はすごく大きく機能するのかなと思うんですよね。うんうん、何かこうどちらかというとそういった意味でまだ僕は高校サッカーは、うん、指導者の承認欲求を満たすために使われてないかっていうのが一つの、そう大きな問いです。最後にこうちょっとさっきと繰り返しの質問になるかもしれないんですけど、一つね、今回のインタビューをお願いしたのも、まあ、自分の中で明確な目的というか、こう今サッカーが置かれる状況があってというのは、まあ、こう今ね、幸か不幸か、まあ、残念ながらなんですけども、新型コロナウイルスの影響で全世界的にサッカーが、まあ、日本はね、こう昨シーズンは、まあ、使用率 50% 以下とか5000人以下で、まあ、有観客でやれたんですけども、ほぼ全世界的に無観客でやっていて、まあ、もうテレビ放映権を回収するためにとにかく試合を流してやって開催して過密日程でっていうことで、なんかこうサッカーの持つ普遍的な価値を、ね、いろんなメディアを通じて
こう伝える訴えるというよりもとにかく試合を消化することにサッカー界全体がもう行ってしまっていて、まあ、そうなった時にもちろんサッカーはエンタメなんで、ね、こう皆さんにテレビで見てもらって楽しんでもらうっていうのは一つなんですけど、でもこれだけこう日本なんかでも、ね、エンタメが、まあ多種多様で、まあ、サッカー以外にもエンタメがあって、ね、こうサッカーの試合見るよりも楽しいエンタメなんかたくさんあるし、まあ、そう考えた時にやっぱりもうちょっとこれからの特に日本においてのサッカーってやっぱり教育的なあるいは本質的なやっぱり価値を訴えかけていかないと本当の意味でのサッカーをねこう支持してくれる人が増えていかないんじゃないかなっていうところの個人的には危機感を持ってるんです。で、まあ、だからこそやっぱり教育界に今ね身を置かれてね日本に帰ってきてからもう7年近く活動されている中原さんに改めてそういうサッカーの持ってるこう普遍的な価値とか教育的な価値をこう聞きたくて、まあ、やっぱりそういう意味で言うとやっぱりね昨シーズン引退された川崎フロンターレの中村健吾選手ってまさにそれを体現できてた選手だと思うんですね。まあ、もちろん選手としても競技レベルでは日本代表に行ってますし、まあ、フロンターレで長くねバンディエラであれだけの活躍をしてるんで、でもとはいえやっぱり彼は地道にこうファン活動ファンサービスに邁進したりとか、やっぱり自分の持ってるこうねこれそれまでの経験をうまくアカデミーであったりとか子どもたちへの指導にも還元してるし、やっぱりサッカーの持つ価値をうまく伝えてくれてた選手だと思うんで、やっぱりそういう選手がやっぱりこれからやっぱりもっともっとサッカー界で必要だなと。高いレベルでももちろん久保建英みたいにレアルマドリードで、ね、トップチームで活躍してくれたらそれはそれで人気は出るのかもしれないし、サッカーブームはまたね火がつくのかもしれないけど、でもやっぱり文化にならないじゃないですか、うん、っていうことも踏まえてやっぱりこう中原さんにも改めてやっぱりそういうサッカーの持つまあ今ね教育の現場で今部活動の話もしてもらいましたけども、やっぱりそういう教育的な価値をやっぱりもっと発信していかないといけないし、で自分がこうやって YouTube チャンネルでこうやって真面目な話、ね、本当だったら2人でもうちょっと砕けた話したいんだけど、あえて真面目な話してるのはやっぱり YouTube のチャンネル見てもサッカーで元代表選手とかプロ選手がやってるチャンネルってどうしてもお笑い系バラエティ系が多いんですよ。でやっぱり今日サッカーの持つ普遍的な価値とかこれだけやっぱりサッカーやってきたことによって自分の人間形成ができたよみたいな話をなかなかしてくれないんで、だったら僕やろうかなと思ってやってるんです。だからそういうことをやっぱりこうキーワードとしてはこれからやっぱり同じエンタメで絶対に鬼滅の刃にはサッカーってかなわないんじゃないかなと思ってる人間なんで、やっぱりその辺はサッカー離れてみて改めてそういうサッカーの持つ価値って気づいた分、中原さんありますか？そういった点で言うと、やっぱりサッカーのこう普遍的な価値っていうところを証明できるのってサッカー選手だけなんですよね、うん、サッカー選手がその本当にサッカーをじゃあ通じて肌から見たらサッカー選手だっていうふうに言ってもらえる、なんかあプロだすごいねって言ってもらえる、でもそれで終わってほしくないっていうのが一つですよね、うん、それを求めてるわけじゃないだろうって、まあ、今日の話もあったと思うんですけれども、うん、自分自身がそれを得てどんな人生を描いてるか、何を成したいと思ってるかっていう、サッカー選手っていうカテゴリーの話から一人の人間として自分の生き様をそのプロセスでどう捉えてどう活用して今毎日どんな真剣に生きてるかっていう話をやっぱりすること、それができること、それが最終的にあの人はこういうメッセージで、あの人って何、サッカー選手らしいよ、ああいう人はこういう話で、このこういう話誰なの、これは孤独の選手、サッカー選手が言ったらしいよっていうふうに、普遍的にそのサッカーの価値を上げるのはそこで活動してどう生きてるかっていう人たちなんですよね、うん、正直どんなプレーをしてるかっていうところで面白いなとかってこう思えるのは、もちろん一番最初に興味関心若い知的好奇心が高い世代の時に何か試合を見て、あ何々選手のようにしたいとか、ね、何々選手になりたいんだとか、ね、でも何々選手になりたいってそれってプレーで見た瞬間の話をしてくれてますよね、うん、でもその人に行きたいんだっていうところまで惚れ込ませることができるかですよね、うん、それが最終的にじゃあこういうサッカーってことプロセス出たら自分の例えば子供はとか、うん、何かああいう生き方とかって培えるんかなっていう、うん、どっかの素晴らしい教育を受けてほしいとかじゃなく、うん、学校だけに何か期待するんじゃなく、サッカーっていうこのプロセスでもこういう人間性っていうのに育まれるんだと考えた時に、うん、いや学校では学校でやることもしっかりやりながらも、うん、じゃあこのサッカーっていうところにおいてのこの子の生き方人生ってことを培えるんだと、この子にこんな期待があったらいいかなっていうような大人側のマインドになったりだとか、うんうん、そういうふうにしていくと思うんで、
僕はやはりこう普遍的な価値っていうのは、僕自身がこうサッカーに対してじゃあ何が貢献できるかなって考えた時には、例えば今日もそうですけれども、僕が日々どう生きてるかを自分がちゃんと責任を持ってちゃんと語れるかどうかかなと思います。先ほど言ったように上手くなりたいっていう個人の思いは全然あってもいいんですよね。ただそのサッカー選手を通じてなせることが上手くなりたいっていう自分のことだけ以外にも使える立場にあるんだから、じゃあその自分がサッカーってことを通じてどう思ってるか、しかもそれこそこの世の中があった時に、テクノロジーを通じて、今あった YouTube のチャンネルの話がありましたけど、そういうのも本人でこう自分で発信できる機会もあれば、まあ、それが苦手だっていうところにあっては、例えばチームとか周りのところからすると、そのいう人たちのストーリー、その人生っていうところに関して、まあ、今日みたいなお話とかもできるわけじゃないですか。いろんな人たちが、サッカーに関わる全ての人たちが、そういうサッカーっていう一つの人生の一部の瞬間を通じて、どんな人生がありますよっていうことをこう伝えていくっていうことが、最終的には普遍的にサッカーっていうものに対しての認知度の向上とか、あとはその位置づけ、そして、社会的な価値、そういったことにはすごくつながると思ってます。ありがとうございます。もう本当にね、久々にこうやって話をすると、もう中原さん立派になったなっていう感想しかないですけど。バレンシアでね、練習場で初めて会った時からこんなにも人は変わるんだなっていう感想しかないですけども まあ口ももともとは達者だったですけども、やっぱりここまで立派になるんだなっていうところ、やっぱりサッカーがこれだけね、人を成長させてくれるっていうのが、まあ自分もそういう意味では感謝してるからこそ、こうやってまだ未だにね、まあ、ある意味でサッカーにしがみついてる部分もあるかもしれないけど、でもやっぱりそれだけサッカーの魅力って自分自身でこの自分の人生生きてる中でのサッカーって感じてるからこそ伝えたいなと思ってるし、それをね、今ね、子供も息子もいるんで、そういうところで自分もちょっとパパコーチなんかしながら伝えようとはしてるし、まあ中原さんも今ね、こう教育界にいるけれども、そうやってサッカーで培った経験を今生かしてくれるとくれてるみたいなんで、まあちょっと定期的に今後は教育界での中原さんですけども、またサッカーの話とか、あるいはね、多分こういう話って本当に将来プロ目指してるみたいな、ね、こうサッカー少年たちに響くと思うんで、ぜひそういう、ね、こうサッカー少年向けの、少年少女向けの、まあ、そういうセミナーとかトークイベントも企画したいと思うんで、機会があればぜひご登壇ください。いいんですか？ぜひ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 。い じゃあ本当は今日は貴重な機会ありがとうございました、中原さん。や、こちらこそです。どうもありがとうございました。またお願いします。お願いします。